今日の朝飯は納豆ご飯とオクラとネギ豆腐と揚げの味噌汁になります。今朝の味噌汁の具はオクラとネギ豆腐と揚げでかなり具沢山になってます。美味しいです。納豆はいつものお米納豆です。納豆はそのまま食べてもアレンジしてもうまいですよね。このネバネバがたまんないです。朝飯は味噌汁とご飯にもう一品あればそれで完璧ですね。もう一品はほんと漬物でもふりかけでも何でもいいです。昼食はご飯と牛肉とニラの想定です。昼のおかずは牛肉とニラの炒め物です。牛肉の旨味とニラの風味がベストマッチですよね。シンプルな料理なんですが、これまたご飯に合いますね。牛肉にニラが加わって、牛丼のグレードアップバージョンな感じですね。夕食はご飯と揚げ物とホタテのソテーになります。夜は玉ねぎとナスとはんぺんの揚げ物です。ソースとマヨネーズでいただきます。たっぷりかけてまずは玉ねぎからいただきます。美味しいですね。衣が薄めでヘルシーになっていて、シャキシャキ感が残っていい感じですね。ご飯も美味しくいただけますね。こちらホタテとニラとえのきのソテーも香りが良くてプリプリになってます。えのきとニラの食感もいいですね。その他ナスはとってもジューシーで、静岡名物黒はんぺんの天ぷらはかなり食い出がありました。これが黒はんぺんの天ぷらですね。ソースの前がバッチリやってます。本日もご視聴いただきましたご視聴ありがとうございます。